はい、さーい、チャンプルーです、今日はここカリフォルニア花金ですね。朝のそうですね、9時半ってところですね。あら、よっとあ、よっとよっとっていう感じなんですけど、めっちゃね、なんかこう、うっとり日和って感じですね。何そのうっとり日和って聞いたことないんだけどみたいな、うっとりしちゃうみたいなね、カヤックに乗ってる人とかね、こんな感じですかね。空もね、めっちゃいい感じなんですよ。空見ろーみたいな雲がね、ポッカ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 、ニッカポッカポッカみたいな感じでね、飛行機までがね、まあもうこんな感じですかね。空を飛んでるとなかなかええやー空気を飛んでいく、なかなかええやねどこ行くのあなたみたいな感じなんですけどね。海にはですね、こんな感じですかね。なんかあの結構綺麗なね、魚の色が、色の魚がいるんですけどね、オレンジの魚ですかね。ちょっと映んないかな、映ったかな。まあ綺麗に映らないかなね。まあここにはね、あのでっかいネズミもいたりしますね。たまにアライグマとかね、それからそうですね、地面にいるリスなんかもいますね。お隣では魚釣りをしてる人もいますけど、太陽もねこんな感じでめっちゃいい感じですねで裏側にはですねホテルがあって、海に浮かぶレストランがあって、こんな感じで、ちょっと飛行機がうるさいですね。あそこはハイアットでしたかね。でクリスと隣り合わせに今朝止めまして、こんな感じですかね。これからちょっと朝の散歩に出かけようって感じですね。まあこんな感じですかね。朝散歩散歩するみたいな感じで、あ、1、2、3、あ、1、2、3、違うかみたいな感じですね。まあ健康のためにね、ちょっと早歩きをちょっと続けていきたいなとかって思ってますね。皆さんもやってらっしゃいますか、早歩きみたいなやつですね。あし、また野菜、またベジタブル、ピュー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 、ポポポポ、カリフォルニアからでした。